名古屋城で行われる一夜の夢。ジャパンオペラフェスティバルが送る野外オペラ蝶々夫人、9月いよいよ上演です。ジャパンオペラフェスティバル、うちがやってるオペラはすごい世界トップのオペラをやろうよと、その敷居が高いって、ね、言って、一番人は楽しめるものじゃないよと、オペラみんなが誰もが楽しめるものよと、だそれをもっと逆に言うと、世界には日本の歴史的建造物を借景としたオペラ、これ世界で唯一無二よと言ってる。で、日本に対しての発信はオペラってそんな敷居高くないんだよと、面白いんだよと、みんなおいでよと、見ようよと。今回のジャパンオペラフェスティバル蝶々さんの見どころ、これは指揮者としてはもちろんのこと、音楽の素晴らしさ、美しさ、最高のオペラですね。芸術監督として見どころをお伝えするとすれば、今回は名古屋城をフルに借景として用いることができそうです。これはもう見てのお楽しみ、歴史上初めてのことがたくさんあると思います。 I feel like in a fairy tale. It's completely magical and you couldn't imagine a better place for a butterfly than this castle. It's a fantastic place. I like very much this corner. 三面舞台みたいな、ね、素晴らしいんだけど、いかんせん制約があるからでもできる限りのことをね、したいですね。 In the middle of public corridor and there will be problems. Try to do some regular. Good.It is complicated, but we like very much challenges, and we are ready for that. So we don't like easy things. We like. 舞台がここにあるからこれが舞台だってんじゃなくて、本丸御殿そのもののこの地面からこう人が動くところから客席までも含めて全部こう一つの一体となったこうシアターにしようっていう発想なんで、すごいすごいですね。壮大な企画になりそうですね、今年は。はい。名古屋城で体感する一夜の夢。ジャパンオペラフェスティバルが送る野外オペラ蝶々夫人、9月いよいよ上演です。